ちは、シローズキッチンです。今日はタダイン、タラバガニです。今日はこのタラバガニを使って、生春巻きを作っていきたいと思います。なんかね、エビを使った生春巻きはあるのですが、この美味しいタラバガニで、生春巻きを作ったら美味しいんじゃないかなと思ったので作っていきたいと思います。それではレッツスタート。はい、まず最初は、タラバガニの殻を外していきます。それでは、生春巻きといえばヌクチャムですが、やっぱりタラバガニなので、マヨネーズ醤油を作っていきます。それではタラバガニの身を、切り込みを入れて開いていきます。はい、それではライスペーパーを塗る前にさっとくぐらせていきます。それでは、生春巻きの中に具材を乗せていきます。それでは生春巻きをカットします。
タダーン、完成です。わお、それではいただきます。うまっ、うん、あーうまっ、うん、あいや、やっぱり思った通り美味しかったです。やっぱりこの何ですかね、この人参ときゅうりの食感がもうシャキシャキで、やっぱ大葉がものすごく、爽やか感を出してくれました。でカニと、マヨネーズソースはものすごく合いましたね。うん、ただやっぱ生春巻きを思うと、やっぱあのピリ辛の甘くて酸味のあるヌクチャムのソースが欲しいって思ってしまいました。まあ後で、動画を撮り終わった後に、ヌクチャムを作って、食べてみたいと思います。まあ、とりあえず、タラバガニの生春巻きは、成功でした。おいしい。じゃじゃじゃーん、静岡の地酒超辛口花の舞。いやー、視聴者さんからいただいてしまいました。いやー嬉しいですね。社長ありがとうございました。さてー、よっしゃよっしゃよし、ほいし、それでは乾杯。うまい。いやー素晴らしい辛口ですね。でもほのかに甘い、やっぱ純米酒なんですね。それなのに、まあ、辛みというかすっきりした、そんな、日本酒でした。これうまいな。ありがとうございました。今日も私の動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。また高評価、チャンネル登録の方もどうぞよろしくお願い申し上げます。おいしい。Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look